なんかあそこにいるとだんだんと眠くなってきてお腹も空いて。寝ちゃダメだってなりますよね。何考えてるのさ。頭の中まで暇なのね。他にやることないわけ。ここの大空寺あゆ様よ。やっぱアホ？あんたに決まってるでしょうが。何さ、悪いと思ってるなら頼むなよ。はい、スカイテンプルでございます。アンデスト、いえ、申し訳ありません。ひどいこと言うなや。鼻から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わすぞ。何を聞いてるさ。クオークに戻すわよ。
編んで下着の色を教えなきゃいけないさ。はあはあ、豚みたいに言ってるんじゃないわよ。100回殺すぞ。誰が？違うわさ。パーにするさ。何ですと？そんなこと分かってるさ。偉そうでムカつくわね。なんで電話変わったのよ。ムカついたのか。わかった。どうかしましたか？難しい顔をされて。我慢は体に毒ですよ。我慢してないでしてきなさいよ。そう、残念。
どうも顔色が悪いですね。今日は店もこんな状態ですから、上がってもいいですよ。まあ、どうせ暇ですから。大空寺さんには私からうまく言っておきます。最高ですか？それはありがとうございます。はい、お疲れ様。茜、この大会にかけてだから。お姉さんの看病とかしながらで大変でも一生懸命練習してたのに。あんまり言わないけどね、やっぱわかるよね。お兄さん、茜のお姉さんの彼氏さん？
茜、家に帰ってから病院に行くって言ってたから、慰めてあげてください。茜相当無理してるから。それじゃあ失礼します。私たちずっとあの子と一緒だから知ってるだけです。他の人には彼女も私たちも言いません。なるみさんはどんな花火が好きですか？パラシュートが降ってくるやつですか？プシューってやつですか？それとも地味に線香花火とか？それともくるくるくるパンっていうお年寄り必殺のやつとか？さんの好きな花火はヘビです。知ってましたか？やっぱりお二人はお似合いですね。ヘビと煙玉、とってもロマンチックです。絵本、私の名前で渡したんだね。なんでよ。せっかく彼氏立ててやろうと思ったのに。そうかな。まあね、お礼言われりゃさ、そりゃ嬉しいけど。
まあ、じゃあ彼氏もちゃんと何かあげないとダメだよ。ほら、なんだっけ。なんとかのなんとかっていう本、買ってあげる約束してるんでしょ？なんだっけな、二人の出会いの本だって言ってたよ。わかった？あ、それそれ、さすが彼氏。どうしたの？さんが眠っています。さっき見てきたから間違いないよ。そうですね、夕食には起きてもらわないと。彼女ね、食事の量が増えてきたのよ。これは回復の兆しです。もう少しです。よかったですね。別に言っちゃダメってことないから、顔出してみれば？それもいいんじゃない？それじゃあね。